日本福音ルーテル八幡教会は、福岡県北九州市にある、ルーテル教会。日本福音ルーテル教会の九州教区に属している。日本福音ルーテル教会の日本人最初の牧師である、山内良平から洗礼を受け、良平の妻、山内三木への姓を継いだ、河瀬徳太郎牧師が、LSG ミラー宣教師とともに1918年10月、 福岡県八幡市で開拓伝道に着手し、翌1919 19年1月12日、福岡県八幡市通り町四4丁目に伝道所を開設して、最初の礼拝を行った。この日が、日本福音ルーテル八幡教会の始まりであるとされる。教会の初代牧師となった河瀬は、同年2月1日、犬井上美代子と婚姻し、以降は河瀬夫婦によって、 八幡を中心とした北九州地域の福音連動が開始された。同年河瀬は、労働者の地位工場のため朝原健造、西田健太郎らと八幡製鉄所の労働組合を設立。翌年2月、日本働友会が正式に発足する。1921年、河瀬徳太郎が日本福音、ルーテル協会の教職、アンシュレーニに認定される。河瀬は、 寒空の中も、路傍伝道を行いながら交渉制度廃止運動に身を呈して活動し、そのために防寒に襲撃されることもたびたびあったという。1937年の宗教改革記念日に当たる10月31日、現在の場所に、八幡教会の教会堂が完成した。1957年、福音伝道が軌道に乗り自給教会となる。 1959年、病により、河瀬徳太郎牧師が引退し、後継の牧師たちに福音伝道が引き継がれて、現在に至る。ありがとうございます。